皆さんこんにちは、メイプラです。今日は11月1日金曜日、ガンプラ再販予定日となっております。今日はいつも通りに行けば再販に期待が持てる金曜日なんですけども、前回火曜日が結構良かったので今日は微妙なんじゃないかななんて思っています。でちょっと心配なのが、今前の方を見てもお客さん並んでないんですよね。おかしい。時刻は今9時前ぐらいなんですけども、この時間にお客さんいないってことを普通だったら考えられないんですけどね。まさかキャナルが今日閉まってるとかないですよね。とりあえず入り口のところまで行ってみましょう。これで閉まってたとかだったらどうしようかなってところですけど、なんか様子がおかしい。整理券が配布されてるし、ちょっと待って、なんで？今日雨予報だったから？いや、それ関係ないだろうな。ちょっと待ってよ。とりあえず整理券をもらいに行きます。無事に入場整理券ゲットしました。とはいえ10時入場ではない。これは今日の再販キットに期待大です。入場時間が近づいてきましたので、キャナルシティ内にやってきました。お客さんの雰囲気もなんか違うんだよな。で、店内ちらっと見たんですけど、やばそうなキットあったんですよね。いやー、ちょっとこれは予想外の展開です。さあ、まずは新作チェックいきましょう。はい、ソールドアウトの札ばっかり刺さっています。特に変わりはなさそうですね。いつも通りのキットが並んでいます。ニカネーにはソールドアウトの札なし。まだ在庫ありそうですね。もう買えられてるお客さんも多いんですけど、でっかい袋抱えてる方多いです。これは予想外な展開が待っていそうです。では並ぶ前にこの方にご挨拶。よっ、赤いの今日絶対やばいでしょ。ビビるなよ。やっぱりこれは期待して並びたいと思います。行ってきます。まずは BB 戦士コーナーから行きましょう。こちらは BB 戦士織田信長ガンダムです。お値段は1100円。画像では分かりにくいですが、黒いパーツはグロスインジェクションとなっており、テカテカしてかっこいいパーツでした。こちらは BB 戦士伊達政宗ガンダムです。お値段は660円。プレ版サイト内を見たんですけども、最近再販されたこのシリーズの中で唯一この伊達政宗ガンダムのみ完売しておりました。迷っている方は今のうちにゲットしておいた方がいいかもしれません。こちらは SD クロスシルエット F9-1Kaiです。作りもよくできていますし、フレームは SD とクロスシルエット両方入っていますので、お値段はちょっとお高め1980円となっています。お待たせしました、レジ前メインコーナーです。まさかまさかの MGEX ストライクフリーダム降臨です。いつ見ても神々しいパッケージをしております。お値段は 15,400 円です。ただ驚いたことに、僕が見ている限りこのキットがバンバン売れているって状況ではなかったんですよね。続いてはこちら、リアルグレードガンダムバージョン 2.0 です。さすがにもう持っている方が多いのか、このキットはほとんど手に取られていませんでした。それだけ世の中に出回ってくれてたら嬉しいんですけどね。とはいえ僕はまだ作れていない。世の中に追いつけてません。続いてはこちら、ガンダムベース限定リアルグレードジオングスペシャルコーティングです。お値段は 13,200円。今日一迷ったキットです。だけどね、お高い。続いてはレジ目の前のコーナーです。まずはこちら、マスターグレードガンダムエイジ2マグナム。お値段は6050円です。ビルドダイバーズに出てくる機体で、こちらは可変型モビルスーツとなっています。待ち望んでいた方多かったんじゃないでしょうか。続いてはこちら、マスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 です。お値段は4950円。 MGEX ストフリに驚かされて、さらにマスターグレードフリーダムガンダムまで、これはびっくりと思ったら、こちらガンダムベース限定マスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 クリアカラー。
こちらもお値段は4950円です。おいおい、どうなってんの、今日フリーダム祭りやないかい。そしてお次はこちら、ガンダムベース限定マスターグレードシナンジュメカニカルクリアです。お値段はお高めの8250円。今日はマジで読めない。まだまだ続きます。こちらはガンダムベース限定マスターグレードドムクリアカラーです。お値段は5500円。紫のクリアパーツがとっても綺麗です。というか今日ガンダムベース限定キットがやばすぎます。もう何が来ても驚かんぞと言いながら向かった奥のメインコーナー、まだあった。ガンダムベース限定リアルグレードエールストライクガンダム&スカイクラスパーランチャーソードパックセットクリアカラーです。名前が長い。見てください、このボリューム。それだけにお値段も張ります。5500円です。こちらはハイグレードインフィニットジャスティスガンダム2式、お値段は3080円です。続いてはこちら、ハイグレード G アーマーです。お値段は3080円。このキットを初めて見た時は争奪戦みたいになっちゃって、割とトラウマ的なキットです。続いてはこちら、ハイグレードズダです。密かに求めていたキットが来ました。次出会ったら絶対ゲットしようと思っていたんですよね。好みが分かれそうなディテールはしているんですが、こちらのキットギミックもあり、そして武器パーツがめっちゃ豊富です。なんといってもハイグレードには絶対つかないようなマーキングシールが付属、それで1540円。これ隠れた有料コスパキットと言っても過言ではありません。続いては僕の大好きなキットです。ハイグレードゲルググイエガー、お値段は1320円。当時のキットとしてはその古さを感じさせない素晴らしいディテール作りをしていると思います。差し替えのハンドパーツも付属しており、大型ビームライフルの狙撃ポーズが可能です。両キットが続きます。こちらハイグレードザク2カイです。お値段は1320円。ジオン派のユーザーさん、今日は興奮しっぱなしじゃないでしょうか。ズダ、ゲルググイエガー、ザク2カイときて、お次はこちらハイグレードリックドムツバイです。ジオン派ユーザーさんを完全に畳みかけに来てますよね。ちなみにリックドムツバイのお値段は1650円です。本当にもう何が来ても驚かんぞと思っていたんですが、お次はこちらハイグレード R ジャジャです。先ほどの流れからするとだいぶ飛んでしまいましたが、ここで R ジャジャが来るとは思いませんでした。お値段は2090円です。あまり再販されないキットということもあるので、お客さんもどんどん取られていました。ここからは00シリーズいきます。こちらはハイグレードガンダムデュナメスです。お値段は1320円。こちらはハイグレードガンダムキュリオスです。お値段は1650円。火曜日に再販されたハイグレードガンダムスローネツバイに続き、今日はハイグレードガンダムスローネアインが再販されていました。お値段は1760円。スローネツバイ、スローネアインときたら、やっぱり次あたりはスローネドライ来るんでしょうか。ガンダムベース福岡は予想外の展開でしたね。まさか入場整理券配布しているとは思ってもいませんでした。しかも中の再販キットもやばかったです。さあ続いてはヨドバシカメラです。ここでもやばい展開を期待します。まずはウルトラマンがあって、そしてサイヤ人の宇宙船ポット、これかっこいいな。そしてガンプラはというと、お、ありました、ハイグレードフルアーマーユニコーンガンダムです。かっこいいですよね。僕はまだ積んでます。そしてイモータルジャスティスがあって、こちらにはハイグレードインフィニットジャスティスガンダム2式、隣にはゼータガンダムがあります。おー、今日も積んでますよ。さあ続いては通常コーナーです。お、BB 選手の豊臣秀吉ガンダムと真田幸村ガンダム、そしてハロもあります。なかなか入ってますね。他には、あ、ニカさん残り1体、誰か連れて帰ってあげてください。さあ続いてこちらはワンピースの船、そしてなんかあるかな、スレミオがあります。こちらは SD コーナー、
なんかワンピースがだいぶ押し寄せてきてますね。サイヤ人たちもめっちゃ押し寄せてきてます。これガンプラコーナー危ういかも。ニカネはほんと寂しそうにしてましたので、どなたか連れて帰ってあげてください。うちにはいますので。続いてはララポート福岡にやってきました。今外めちゃめちゃ雨降ってます。もう土砂降りです。こういう時ガンプラ買ってたらめっちゃ気使いますよね。絶対濡らしたくない。100均で袋を買って絶対濡らさないようにして帰ったこともあります。これモデラーさんあるあるだったらいいんですけど。さあそれではガンダムサイド F に入場します。入ってすぐのコーナーには今日の再販キット、ハイグレードゲルググイエガーやハイグレード G アーマー、ハイグレードインフィニットジャスティスガンダム2式がありました。なんかガンダムサイド F の巡回すごい淡白に終わっちゃいました。すごく物足りなかったのでガンダムパークの方行ってみましょう。何かあればラッキーですがと思ったら、お、こちらはゲームのアーセナルベースのなんかキャンペーンやってます。昨日から配布開始で先着120名様、こちらのカードがもらえるみたいです。最近復讐のレクイエムキット作ったばっかりですので、これミーハーな僕としては欲しいですね。前半イケイケだったんですけど、なんか尻つぼみの後半消化不良みたいな感じになったので、久しぶりに駿河屋春日店にやってきました。何かしら掘り出し物があったら嬉しいんですけどね。入り口に入るとこのようなものがあります。ドーン、2000円ガチャー。この中にはね、リアルグレードニューガンダムが景品としてありますけど、さすがにこれはできない。入ってすぐレジ前の特化コーナーみたいなところに、こちらハイグレードナイチンゲールがありました。またまたどうせ高いんでしょうなんて思ってみたら、なんとお値段8000円。定価割れではありませんが、これは確かに安いと思います。ナイチンゲールの下には箱なしの特化品がありました。こちらはフルメカニクスの DJ です。お値段は5670円。そしてこちらは通常カラーのマスターグレードジムスナイパー2、お値段5880円。箱なしとはいえまだまだお高い気がします。ガンプラコーナーに向かっていると、お、なんじゃこりゃ、プラモ福袋爆得お買い得商品10000円。おお、ガンプラ福袋かと思ったら、飛行機戦闘機のプラモ福袋でした。残念でした。またまたこちら箱なしガンプラコーナーです。日に日に増えているような気がします。こちら箱なしキット、マスターグレードなんかのザク2です。お値段は5740円。こんな感じでランナー見放題なんですけど、パーツがめちゃくちゃ多いです。こちらはハイグレードジムスナイパー、お値段は2100円。珍しいキットがありました。こちらはリアルグレードゼータガンダム、リアルグレードリミテッドカラーバージョンです。お値段は5250円。こちらは黒い方のハイグレードリックディアスです。お値段は3920円。ガンプラコーナーはこんな棚がいくつかあって見るのが楽しいです。こちらには珍しい百式たちがいました。こちらはガンダムビルドダイバーズよりマスターグレード百式クラッシュです。お値段15700円。さらにはこちらガンダムビルドダイバーズよりマスターグレード百式ライズカイン、お値段なんと19700円。いつかは欲しいリアルグレードゼータガンダムバイオセンサーイメージカラー、まだまだお高い11300円です。面白いキットがありました。ハイグレードザクデザートタイプダブルアンテナ仕様、何かに似てないですか。そうです、僕が制作レビュー動画上げたばかりのハイグレードザク 2F 型ソラリキです。お値段は4900円でした。ソラリキ2個買えちゃいます。ガンプラコーナーをうろうろしていると、おー、福袋ありました。ガンプラ福袋爆得お買い得商品、お値段は10000円です。中には8個のガンプラが入っているみたいです。グレードは何が入っているかは分かりません。今回の年末年始できる限り福袋には手を出したいなと思っていた矢先、
まさか駿河屋店でガンプラ福袋に出会えるとは思いませんでした。この福袋が闇だろうが何だろうが、今回はゲットして帰りたいと思います。ちなみにこちらの福袋、全部で8袋ありましたので、この中からどれかをお持ち帰りしたいと思います。戻ってきました。それでは本日のお持ち帰り品の発表です。本日のお持ち帰り品はこちら、ハイグレードズダです。はい、もうバレバレだったと思うんですけども、こちらね、密かに僕が欲しかったキットの一つです。以前再販があった後に、 あれ買っとけばよかったなみたいに思ってたキットですね。それが今日いきなりポンと出てたんで、あ、やっと見つけたと思って、これはゲットしました。動画内でもちらっとお話してるんですけども、価格は1540円ながらコスパ良さそうなんですよね。作ってないんでまだ何とも言えません。こちら箱の側面見ていただければわかるんですけど、これまず武装がこんなについてます。なんといってもこのロングレンジビームライフル、これがねめっちゃかっこいい。あとはマシンガンがついてたりとかしますね。で、この顔のパーツも一番機、体調機みたいなブレードアンテナ付きとかなしとかできます。選択できると。で、一番驚きなのがこれ、豊富なマーキングシールが付属ってあるんですけども、通常のハイグレードキットでこんなマーキングシールが付いてるのって僕見たことないんですよね。プレバンとかならね、水転写式デカールが付いてるとかあるんですけども、ちょっと見てみましょう。はい、でこれなんですけど、これすごくないですか。こんな、ちょっと僕も実際初めて見て、あ、こんなにでっかいんだと思ってびっくりしたんですけど、普通のハイグレードだったらこれぐらいのシールが入ってますよっていうのが当たり前なんですけど、あとホイールシールがねでっかいの入ってますよとかはあるんですけど、これ普通にマーキングシールですからね、これが入ってるっていうのはなんかすごい。パーツもね、思ってたよりも全然多いです。これはコスパ良すぎないか。全てはね作ってみないと分かんないです。ただこのカラーリングもかっこいいですね。この青をベースとしたカラーリング、プラ娘が作りたいとか言いそうでちょっと怖いですけど、これは絶対僕が作ります。こちら、制作レビュー動画とかまではしないですけど、作った時はね動画のエンディングなんかで紹介したいと思います。そしてあとはプレバンです。この1週間結構プレバンで再販だったりとか新商品キットとかが出てたと思うんですけども、僕が注目したのはやっぱり新商品ですね。何かと言いますと、復讐のレクイエムキットです。そのキット、キットというかセットなんですけども、なんと2セット新商品として販売されてます。10月31日に販売されたんですけども、まず一つ目のセットがハイグレードザク 2F 型チャブスキ&ケイル機プラス無識別型ザク2ソラリ機再現パーツセットというもののセットですね。ザクが2機ついて、あとソラリ機のパーツセットがありますよっていうこのセット。もう一つが、これがね僕めっちゃ気になってるんですけども、ハイグレードザク 2F 型ルショーン機&無識別型ザク2ルショーン機です。ルショーン機が2つのセットになってるんですけど、ちなみにこちら、どちらのセットもお値段は6050円です。結構お高いんですよね。お高いんですけど、1キット3000円かと思うと、復讐のレクイエムキットってそれだけの価値があるなとは思います。なんといっても僕はハイグレードガンダム EX とハイグレードザク 2F 型ソラリキ、どちらも制作レビュー動画上げてるんですけども、もう動画内でね安すぎだろうってもう連呼してるんですよ。じゃあ1体3000円になりました、はい買いませんっていうのはね、ちょっとさすがに僕は言った責任もあるなって若干思ってます。それを度外視しても、これはねすごく気になってるキットでしたし、また買っていろんな感動を味わいたい。特に今さっき言ったルショーン機、
これがね、めちゃくちゃすごそうなんですよ。なので、今回手を出さない方多いと思うんですけども、これはね、届いて、しっかり制作レビュー動画で皆さんにね、良さを全面にお伝えしたいなと思ってますので、まあ、買う方も買われない方もぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。あと、復讐のレクイエム関連でいくと、はい、カードもらってきました。アーセナルベースのカードになるんですけども、デザインいいですよね。ポスターのデザインなんですけどね、めっちゃかっこいいです。それと、2ヶ月前ぐらいかな、同じようなキャンペーンやってまして、これ、はい。こちらもね、以前もらってました。2ヶ月前ぐらいにやってた時に、くださいって言ってもらったやつですね。マスターガンダムと粉砕機がセットになったカードです。アーセナルベースってゲーム自体はやってないんですけども、まあ、ガンダム大好きだし、タダでもらえるんだったら、いただいときましょうって感じでね、もらってきました。どっちもね、すごく綺麗なカードです。はい。ということで、あとは、皆さん、最後にね、駿河屋店に行った時のお話ですけども、見せちゃいますよ。ちょっとカメラを上げますね。今回、ゲットしてきたのは、こちら駿河屋特製福袋、ガンプラ福袋爆得お買い得商品、ガンプラプラモデル8個セット、税込み1万円です。買っちゃいましたね。メイプラ、人生初のガンプラ福袋です。中身がどうであれ、僕はこれに後悔はしません。上のところ封がテープでしてあるんですけども、正直ね、中身ちらっと見ようと思えば見えるんですよ。目を凝らして見るみたいな感じで。で、うちに帰ってきて、すごく気になったんで、まあそのね、こう見えるところからチラ見はしてます。チラ見して、こう一体、ああ、こんな感じかっていうのは見えたんですけども、ただね、それ以外は、なかなかこう見えづらい感じにはなってます。僕が選んできた袋以外も、まあもちろんね、封はしてあるんですけども、若干こう破れたような封もあったんで、それはね、1、2体見えてましたね。もうもろに。でもこれはね、見えなかったんで、よし、もうこれでいこうと思って、やりましたね。福袋って縁起物ですので、もう僕はね、今回もう中身がいい悪いっていうのは、もう置いといて、人生初のガンプラ福袋を楽しみたいと思ってます。あとはね、この8個入ってるのが、何が入ってるかっていうのは一切情報がわかりません。SD なのか、ハイグレードなのか、リアルグレードなのか、マスターグレードなのか、どの種類も入ってて8個ですよとか、そういう情報はね、全くわかりません。ただ、袋の大きさを見る限りは、残念ながらマスターグレードは入ってないと思ってます。それ以外の SD、ハイグレード、リアルグレード、この詰め合わせでしょうね。まあ、せめてもの願いは、こう売れ残り的な商品じゃないことを願います。まあただ、何回も言いますけど、人生初のガンプラ福袋、開封は楽しみたいと思います。その模様は、後日、必ずね、動画にて皆さんにね、お見せできればと思ってます。ガンプラ福袋、買う方、買われない方、いっぱいいらっしゃると思いますけども、まあ、僕がね、今後出す動画を見て、一緒に楽しんでいただければいいなと思ってます。ちなみに、その開封するまでの間、この袋は絶対に開けません。もうなんなら、もっと頑丈にテープとかをね、貼りまくっておこうかなと思います。完全に封をしておこうかなと思います。今後もガンプラ福袋は年末年始、できる限りね、ゲットしていきたいと思ってます。チャンネル登録者数1万5000人突破も、なんとか年内クリアできそうな勢いで来てますので、その時はね、ガンプラ福袋でがっつりお祝いしたいなと思ってます。ということで、今回の動画は以上です。今回の動画が良かった、参考になった、人生初のガンプラ福袋楽しんでくれよと言っていただける方、グッドボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。
ではまた。Have a nice メイプラ。闇だろうが何だろうがいい。楽しみます。